日銀の上田総裁にとって初の国際会議となる G7 ・主要7か国の財務省中央銀行総裁会議が12日、アメリカのワシントンで開かれ上田総裁は各国に金融緩和を継続すると説明しました。日本銀行は物価安定の目標の持続的・安定的な実現を目指して金融緩和を継続するというふうに申し上げたと。いたします。 上田総裁は会議で、日本の消費者物価指数が今年度半ばにかけて2%を下回るとの見通しを示した上で、現在の金融緩和を続ける考えを国際会議の場で明言しました。また、会議全体としては、欧米の金融不安への対応が主な議題となりました。G7 の共同声明では、 世界経済見通しの不確実性については、引き続き警戒する必要があるとしつつも、現在の金融システムは強靭であると強調しましまた国際金融システムの安定と強靭性を維持するために、適切な対応を取ることを確認いたしました。